予選第2試合目、ゆったり感中村、そして猪下よしよしです。どうも。入ってますよ。よしさんがもうガチガチで来てますよ。対する中村さんはちょっとおゆったり感と名の通り、ちょっとゆったりと半笑いを浮かべてますけれども、これもしかしたら後ろでこんな感じで出ようねって二人で相談してたんじゃないでしょうか。それが中村君がちょっと心折れたんじゃないでしょうか。まあ、そんな姿も見えますけれども、さあ行きたいと思います。ああ、だとしたら、ああ、いい、いいだから、うう言ってたから、先に。あ、今の割とアンサー良かったです、すごい。こちら、もう入ってるんですね。こう落ちたの。さあ行きたいと思います。じゃあまずはですね、先攻後攻を決めていただきたいと思います。最初はグー、じゃんけんぽい。さあ、吉井君どうしますか。先攻で。先攻なるほど。でも先行がいいところはタイトルをつけれるというか、この項目で戦うよということを提示できるというのもありますからね。アンサーのね、あの高校の方が得意っていうふうに言われがちですけれども、はい、意外と先行も良かったりもします。はい、さあということで、ゆったりか中村高校、それではお題の方いきたいと思います。すいません、フリーでございます。多いな、ちょっと何これ。どうしましょう。新しい、ね、新ジャンルですか。いや、だからこのフリーでいくっていうことは新ジャンル、何か新しいこう項目を作るということですか。フリーで、おい、あ、本当のフリー、おい、僕らも分かんないからめちゃくちゃフリーでディスリアルすればいいと。そうだよね、フリーで自由ってこと。そうだね。だからその自由というテーマでいいですね。一応フリーというのは何かしらのテーマを決めるフリーです。あ、こっちからそう言わないとダメってことだ。はい、じゃあ生き方。お、なるほど。いいじゃないですか、生き方。生き方でいいですか。やだ、わかりました。動物、これでいいじゃないですか。いいな、ね、いいじゃない、お互いが動物だったらこうとか。どうなら過去か未来か。タイムマシーンに乗るなら過去か未来か。大丈夫です、ディベートじゃないですよ、これ。例えば、もうフリーで、フリーで、フリーで、最初に頭に決めるもうフリーでいいですよ、自由というテーマでいいですよ。自由はい、自由というテーマ、殴り合いだ、はい、本当の喧嘩です、これは。さあ、行きたいと思います。それでは、先攻後攻の方を、ちょっと、吉井さんが先攻、すいません、中村が高校です。それでいきましょう、レディーゴー。どうもー、猪下よしです。よろしくお願いします。ありがとうございます、ね、頑張ってからかんな言ってるんですけども、いやね、中村さんね、結構仲が良くて、僕うちに一回泊まりに来たことがあったんですよ。もう 2,3 年目ぐらいの時ですかね。で、風呂貸してくれと。で、風呂をね、こう入れたんです。入れた後、僕は寝てたんです。ほんだら、このデブね、この体を拭かずにちょっとうっすら濡れたまま布団の中入ってきたんですよ。そんな人間おる。もっとちゃんと拭いてから行ってよなあ。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも、ゆったりか中村です。よしくん、ごめんね、この間 2,3 年前のことは申し訳ない。本当に悪いと思ってるよ。でも、僕なりのボケだったんだよ、よしくん。それをここで言われるとはな。あの時言ってほしかったな。そんなちっちゃいボケだもん、恥ずかしいよ。もっとお面白くなるように頑張るよ。ありがとうございました。どうもー、猪下よしよしです。よろしくお願いします。頑張ってからかんな言うてるんですけども。いやー、いや、それは分かってるよ、俺も。それはだってちょっとボケたんだろうなとそう思うよ。思うけど、やっぱさ、そのタオル、枕のタオルがさ、髪の毛拭いてないからもうびっちょびちょなわけで、起きたらさ、そのタオルをこして、そのテンピュールのやつにこう濡れて、テンピュールのやつがこう濡れてるわけ。それはもう後にこうかかってくるから、あ、中村さんのなんかちょっとしたぬくもりあるなって知ってれば、お前、どうも、ありがとうございます。どうも、豊か高松よし、本当にごめんね。なんか、そりゃそうだよな。濡れた髪の毛でさ、電球なんかね、葉山雄三みたいな。本当にあの時は幸せだったな。まあ、これからも吉井とは一生懸命やっていきたい。どうだろう、
今日吉野家行ってまたびしょびしょになって行くってのはどうだろうなっていやー本当に素敵な後輩です。ありがとうございました。どうもいらっしゃいしです。よろしくお願いします。頑張っていかなあかんなって言ってるんですけどいやね本当に泊まりに来てほしいと思うんですよ。でもそのなんか結婚してからあんまり遊びにも行ってないから、うん、こう遊びに行きたいなと思うんですけど、うん、めちゃくちゃバイトしてるから、うん、夜中、うん、なんか掃除ですか、朝掃除めちゃくちゃ行ってるわけじゃないですか。でやっぱ誘いづらいなって思うんですよ、うん、あんま掃除とかせんといてよ今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。どうも、豊かな中川です。いやそれは俺だって遊びたいよ。それはいつもそのジョイポリスのね、お台場の朝清掃行って歯の抜けたおっさんに中村を面白いことやれよ10円やるからって言われたくねえよ真っ暗なジョイポリスの中でさ何の楽しみもねえから一人秘密捜査官って設定でミニコントしたくねえよよしどうだろう、明日一緒にバイト行かねえかでもあなたさあ、ということでいや、いい戦いだったんじゃないでしょうか。いいですね。後半はほぼ、はい、楽屋の会話みたいになってますね。はい。まあ、テンツ出てますからね。どうでした、よじくん。そうですね、やっぱり僕が言ってたディスっていうんですか、エピをですね、中村さんが全部吸収していくからなんか何言っても吸い取られてるって感じがしてだから先行はそういうことでって言ってたんですね。そうです、そうです。それの認識がちょっと甘かった。でも最初のあれなんですか、頑張っていかないとなんだみたいな。それから漫談のなんかポイント入るって言ったじゃないですか、はいはい、べっぴんさんべっぴんさんみたいな、はいはい、そのポイント稼ぐために4秒使ってまた見たことあります。頑張っていかないとなんて言ってるやついないですよ。ちょっとすれ違いよ。いや違うなるほど。対する中村君いかがでした。やっぱり本当に好きな後輩なんでこのディスるっていうことができなく、やっぱりその吉井が言うことを全部吸収したいと、このいいお兄さんが言っちゃったから誘導いいんだよ、ずっと誘導じゃんさあ得点出ました、いきたいと思います、はい、それではまずは先行吉井くんの得点はこちらです。どうぞ。21、20、21、22、84点でございます。これ低いんちゃいます。わかりませんよ、わかりませんよ。俺なんかディスねえんだよ。マンダチップはあれですもんね、頑張っていきます。そうですね、そうですね、連携があったから、ね、はいはい、ありがとうございます、はい、とても良かったです。さあ、そしていきたいと思います。高校中村くんの得点はこちらです。23、20、24、21、88点ということは、はい、勝利は中村さんでございます。中村の勝利です。いや、やっぱり吉井さんもさっきおっしゃってたように中村さんのアンサーが、はいはい、素晴らしかったなと思いますね、はいはいはい、攻撃をもろともせず、はいはい、この吉井さんのいろんな言葉を全部自分の武器にしていたところ。なるほど。で、さらにずっと微笑みながらやっていたのが、はいはいはい、僕はあれね、ものすごい狂気に感じたんですよ。そうね、あの微笑みが、ね、もうあの微笑みが必死だったんで、うん、確かにそれが素晴らしかったなと思います。僕の背中しか見てないですよ。まあ、まあでも位置的にしょうがないね、見れない。ごめんなさい、それは申し訳ない。ごめんなさい。さあ、ということで、予選を勝ち上がったのはゆったりか中村でした。ありがとうございました。